永遠のエネルギーですすねととてもいいい言葉だと思います、えー、例えばねエホバの商人さん頑張ってらっしゃる方っていうのもこれは見えない神の活動力という言葉でね聖書の中には表現されてますけどもエホバ神っていうのがいらっしゃってで地上にイエス・キリストというね自分の一人を使わされてそのイエス・キリストが私たち人類の罪をあがなってくださった。 こういういな、ね、ストーリーの中で私たちは神そしてイエス・キリストに感謝できるわけなんですよ、まあ、ですので私たちもそういうふうな存在になっていこうねと将来地上の楽園で、えー、生きるにふさわしい人間になっていこうということでいつもいつもエネルギーが得られてるんですよね見えない神の活動力が突き動かすという形だと思いますそうなんですよね伝道していても奉仕をしていてもきっとですねいろんな辛いことがある いろんなね、惨めな思いをしたりとか苦しみがあったりとか非難をされたりとか迫害をされたりするかもしれませんでもそこに神がいつもいるというふうなね形でエネルギーをもらえてるんではないかなと思うんですよで私たちも同じでですね何をよりどころにってことなんですよ、うん、私たまに思うんですけども多くの方が家庭とか家族に対してストレスを感じていると本当は癒しとなるべき家族にものすごくねストレスを感じているというところもある そして、ね、ビジネスって仕事って楽しいものであるはずなんですけども仕事によってすごくダメージを得ているとかねうん社会に対してもものすごく嫌悪感を持っていたりとかね時には学校にっていうふうになってくると思うんですよ私はねなんでこのね、えー、そういうふなことが起きるかっていうのをやっぱりねその車でお話ができると思うんですよ例えば私のナイトライダー,あーそして吉谷さん R34 維持費むちゃかかります故障多いですめんどくさいんですよ。そこだけ見れば、ストレス以外の何ものでもないですよね。めんどくさい存在ですよね。駐車場は必要だし、それから維持費はかかるし、いつどこが壊れるのか分からないと。で、壊れりゃば大な修理費と。で、修理費がかかるだけならいいけども、限られた修理工場にしか、その修理のつてがないと。近所のねうん、町工場ではやってくれないわけですよ。 そこに目を向ければ、もうとんでもないね、負担である存在なんですよ。でもそうじゃなくって、自分の好きなところ、デザインとかね、それから思い出とか、ドラマとか、ストーリーとか、こういうふうな、他の人には客観的に見えないような自分だけの魂ってもので結びついていると、それはまさにね、エホバ神ミとかイエス・キリストと私たちの関係、えー、そういうものになぞらえることができるんですよね。で、私たちは、その、 我が、まあ、神とかエース・キリストに対してのつながりとか、えー、受けるエネルギーっていうのはちょっと少ないかもしれませんけども所有している車ですとかあ自分たちがね過ごしている家族に対して永遠のエネルギーを頂い,いてるんじゃないかなと思うんですよ。人によってはそれはですね自分の妄想たる将来は南の島で楽勝して暮らすんだみたいなところがそういう未来のね想像図が今の自分を引っ張ってくれるのかもしれませんよね。 うん、でもこの永遠のエネルギーをね見つけられない人っていうのはどういうことになるかっていうと、まあ、私はこういうふうに解釈するんですよ作業を継続することの大変さばかりを気にして目を向けてそこに意識を向けて潰れてしまうんですよね私の場合は客観的に見たらむちゃくちゃ大変だったと思うんですよサイトの作成とか特にねサイトの作成1万4000個もするわけですからそれ一心不乱で何者もねとらわれずにそれだけやるわけですから 異常なほどの行動だったと思うんですよねでも私はその辛さに意識を置かなかったんですよ。苦痛に鈍感だというね言い方を私は自分でするんですけども「いやーこれで1億円稼げるぞ!ほ」ほほほってよだれたらしながら終わってほんとこんな感じでやってましたからね。ニヤニヤしながらね。多分そうだったと思うんですよ。うん。まあ、それでここまで来たということだと思うんですよ。だから自分のねやってることがどこに向かうのかっていうふうな妄想を自分で強化することって。 ものすごくね大事っていうか楽しいことだとだ思うんですよ、まあ、そういうふうにして、えー、私はね大学受験もしてみました大学受験大学に行ったら「おい毎週合コンだぜ」みたいな「絶対モテるぞ」みたいなね「無駄な時間過ごしたるぜ」みたいなね「レジャーランドだ」みたいな感じで大学受験やった結果あー高校で落ちこぼれの私もですね <laughs> 1年間の予備校活動の末、まあ、合格して、えー、まさにね遊び放棄の大学生ができたわけですよ だからそういうふうな方に目を向けてね、喜びとか楽しさばっかりを見て、苦しみとかっていうのを無視するっていう、そういうふうなね、精神力が永遠のエネルギーを呼ぶんではないかなと思います。まあ今回ね、エホバの商人さんのおかげで、きっかけとして奥間長女合宿の動画がこうやって続いてますんで、エホバの商人さんもね、出ていただいて、こういうふうなお話をさせていただきました。えー、ぜひね、吉谷さん、今度はエホバの商人さんと対談したいんですけども、どうですかね。うん、やっぱりエホバの商人さんとお話ししてみたい。あのー、 顔出しじゃなくていいんでやっぱり色々あると思いろ、ね、いろいとねトークをして別にやっつけるわけじゃないんですけどもね神の素晴らしさとかねエホバの弟子というものの気持ちとか聞いてみたいなと思いますよね。